ビ<ズ>政治資金収支報告書にパーティーの収入などを少なく記載したとして、政治資金規正法違反の罪で略式起訴された薗浦健太郎元議員に対し、東京関西が罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出したことが関係者への取材で分かりました。規規制法のの定では嘘の記載をした場合 公民権の停止期間は原則5年と定められていますが、東京・関西は3年に短縮しました。有罪が確定すれば、その裏元議員は3年間、すべての選挙に立候補できなくなります。